今日はね、カムについてのね、解説をしていきましょう。基本動詞の中でも、カムは非常に有名で、ベーシックイメージでは到来する、また来るということです。じゃあ、この go と come の使い分けをね、大切にしていきたいと思いますので、go でも見てもらったエグザンプをしっかり見ましょう。come ということは正常な状態に戻ってくるということですから、come to ease sense、意識を取り戻す。ease のところは、まあ、hard とかね、his とか、my とかいうふうに入れてください。come to oneself で正気に戻るとか、come into existence、誕生するということで、まあ、ポジティブな、ね、表現にもなっていると思います。で、そこからです。come については、さまざまなやってくるというものが一つ。そして変化する。この変化するというのも語にもありましたよね。この変化するを見ていきましょう。では一つ目です。Where do you come from? どちらの出身ですかということで、まあね、日常的にも使う表現です。やってくるというニュアンスですよね。そして、A watch like that doesn't come cheap. A watch like that doesn't come cheap. ああいった時計は安くないよねという、このね、come cheap なんだけども、cheap というと、まあ、話してからすると安い。つまり手に入るというニュアンスがあります。だからその手の方に向かってくるということで、でも、まあ、今回は否定形が使われているわけですから、でもこの come は手に入るという感覚があります。さらには、Nothing exciting comes to mind. Nothing exciting comes to mind.、ね、何も面白そうなことが浮かばないよと、これアイディアのことを言ってるわけですけど、まあ、mind、頭のね、思考の中に入ってくる、ね。こちら側に向かってくる。今回も nothing が否定であるわけですけども、これの思い浮かぶというね、come to mind、思い浮かぶというふうなので、やはりやってくるというイメージがあるわけなんです。OK?そしてこの変化するということで、例文は、I hope all your dreams come true. Come true. よく使うよね。No, dreams come true です。Come true は、やはり、ここでも例文でも出した通り、正常な状態、つまりポジティブな状態に come は持ってくるわけですから、そう考えると、夢の実現というのはポジティブなんだよね。だからこそあなたの夢が true 真実に変化していくということで、ポジティブな表現で、dreams come true なんです。Okay. で、最後にですね、この go にする、come にするということでよく間違うんだけども、例えばお家の中でね、旦那さんが今玄関にいるでしょ。で、we are going to be late 焦りながらもう遅れちゃうよというふうに言ってるわけです。そうすると奥さんが2階にいて、OK, OK, I'm coming. はいはい、今行くわよということなんです。この coming。なぜ go にしないのかというと、やはり2人の間の焦点は玄関の方に向かっていくっていうね、イメージがあるわけです。階段を降りて、向こうに向かっていく。ね、だから、この coming がぴったしなわけなんです。Dinner is ready って、ね、お母さんが言うときに、I'm coming って、ね、今行くっていうふうなこの表現です。でじゃあ、going を使っちゃうとどうなるかというと、I'm going って、っていうことは、もう2人は玄関の方でね、焦点だった。旦那さんは玄関の方に来ると思ってる、I'm going って言うと、他の世界に行っちゃうわけですよ。違う方向に行っちゃう。そうすると、この going っていうのは、全くニュアンス的には変わってくるよね。全然違うよね。だから、どこ行くねんって話になるから、ここでは全く使えないわけなんです。OK?ということで、go, come のニュアンスも含め、そして今回は come のね、イメージを解説しました。質問はコメントにください。Alright, everybody. Talk to you later.